エゲラボです。今日はある植物の挿し木を行いたいと思います。そのある植物とはカンブリア紀最強生物アノマカリスではなくて、それとよく似た名前のアロマティカスです。このように頭を撫でて匂いを嗅ぐと非常に良い香りがするハーブ多肉植物として知られています。例えばこれの葉っぱを水に入れてつくと虫除けスプレーになるとかいろいろ言われてるんですけども、これを今回は挿し木してみたいと思います。黒プラ鉢で十分です。これに鉢底石を2センチぐらい引きます。こんな感じですね。こんな感じです。2センチぐらい引きます。これに市販の多肉植物培養とか園芸培土ですね、一般の花用の園芸培土に赤玉土を7割くらい加えたものを入れて、これぐらいです。アノマカリスは一般の草花の多肉植物と違って非常に発根しやすいので、多肉植物専用用土でも十分発根します。若い組織の部分を折り取って、これを単にこういう刺し穂を刺すだけです。一般に売られている苗はこのようになってます。緑色になってますね。ここを折り取っていただければ同じように発根がさらに早いです。アロマティカスは夏になってくると群れに非常に弱いです。ですから中心部分のこの枝を取って、こちらは脇芽を伸ばさせます。で、全部刺しをしてもらっても構いません。3週間もするとこのように全部の枝から幹が出てくるので、再生は全然心配ありません。今夏に群れが弱いので、この枝、こういうちっちゃい枝とかこの主枝とかを全部取るか、この真ん中の枝を摘み取って、これを刺してこちらのやつを株立ちにして、群れやすさをちょっと軽減するといったようなやり方が一番いいと思います。これが剪定ということになります。市販されている苗はこのようにこんもりしています。そしてよく見ると脇芽が出てくる場所がありますね。この場所でこれを折り取って、これを何節か、だいたい3節ぐらいで刺し落として、これを刺していただければ2週間ぐらいで容易に発根します。試しにやってみます。この2節ですね、ここで芽が出てますの分かりですか。この芽の出ているところでこう取ります。これが一つ。これ一本だと葉っぱが土に隠れると腐ってしまうので、穂としてはこれを一本にして、これが一本、そしてこれを二本と、二本取れることになります。これをこのように刺します。下葉の部分は葉っぱを取って刺せるような状態にしてください。はい。木質化した木のようになっているところはなかなか発根が遅れます。9センチ鉢に5本か6本ぐらい折り取って刺すだけです。はい、こんな感じです。水やりは2、3日してから与えてください。水がなくても発根しますが、乾いてしまうとしなびてしまうと株が弱ってしまうので、涼しいところ、日陰に置いて発根を待ってください。水やりは表土が乾いてからということになりますので、日陰だったら結構長い期間水をやらなくて済むと思います。部屋一番にお家で涼しいところで管理してあげてください。暑さは苦手です。いかがでしたか。アロマティカスはもうこういうように、この株から今の状態のままだと夏蒸れてしまうので、このちょっと混みすぎかなっていったような部分、こういう部分を取って刺して取って刺してということで、こちらの株も元気になって、こちらも株が増えるということになります。お家の中に何鉢か置いて、少しずつ入れ替えて窓辺に置いたりして、徒長しないようにして管理していただくと、ある虫が、皆さんの嫌われ者のある虫が寄ってこないとか、いろんなことが言われています。そして台所の匂い消しとかには、こういったような水につけた葉っぱを水につけてシュッシュッとすればちょっといい香りがします。これコエラについて、こんな綺麗な有用な植物があるということで、皆さんもぜひ挑戦してください。エンゲラボでした。